この綺麗な長崎の町の下には一発の原子爆弾で消えてしまったもう一つの長崎があるのよ。おじいちゃんはその長崎の原爆で死んだんだろ。そう。おばあちゃんはどうして助かったの。うちにいたからよ。あそこは爆心地から8キロも離れた山の陰だから。でもあの頭は原爆にやられたんだって言ってたよ。おばあちゃんと4人の孫たちのおかしくて悲しくてとても美しい話。こんにちは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 。ウェルカム。よかったですよ。こいでよか。サンキュー。ベリーマッチ。クラークさん何してる。庭の縁台でおばあちゃんと話してる。そして握手してたよ。サイの滝のぼり。違うよクラウチさん、タイじゃない、恋だよ、恋の滝のぼり。あいし、まった。おばあちゃんがいないよ。ね、おばあちゃんがいない。え？